はいどうも長ですじゃあ今度小野,田さん小野田さんが何を言ってるかっていうとマスコミが適当なことばっかり抜かしてんじゃねえよっていうクレームですかね報道に対するクレームですかねあのまあどの雑誌とかどの媒体もそうかな大概この半日クソマスゴミってねまともにこの取材もしない、ね、事実関係だから裏取りっていうのかなねえ そういうのしないで、てめえのこのなんか想像とかさ、ね、希望願望妄想とかで平気で記事書いて、そのま公開しちゃうじゃん、こいつら。で、まあ、そのよく使う登場人物に、なんちゃら関係者、ね、女性誌なんかだと、あの、皇室、ね、秋篠宮関係者がとかさ、ね、嘘ばっかこいてんじゃん、相変わらず。いるのかいねえのかよくわかんねえ、登場人物使って。で、ね、これはなんかこの、ね、皇室関係者に対するだけじゃなくて、 政治,ね、正解政治家の人たちに対しても、例えばこの自民党関係者とか、そういう使い方して、うん、だから本当にインタビューとかこの取材とか、何もしてなく、勝手な想像で、ね、この人、この人がつるんで、ね、こんなこと考えているだろうとか、この人がこの人に呼びつけられて、あの時きに、ね、こんなことが決められただろうとかね。うん さもなんかこのね、えー、自民党幹部とかさ、ね、関係者とか、ね、中枢に近い何たら関係者とかさ、うん、適当なことこ言って、この適当なことばっか、このなんか、ね、視聴者、一般視聴者がなんか食いつきそうな、うん、もう結局もう、ことごとく反日着済ますごみをやっぱりこの打倒しなきゃだめだよね。うん、嘘ばっかついてんじゃねえよって話ですよ。なできればなんかこのね、政治家の人たちから、 ね圧力かけるんじゃなくてもうなんかこう片っ端から一掃するなんかそういう、うん、だからこの製造物責任法の,このメディア版をさ、ね、作ればいいのに、うんね、とっととやっぱり適うん、嘘は嘘なんだからさね、嘘はダメなんだから、ね、それは表現の自由がどうこうじゃないが、ねうん、そういうの,このなんか嘘つきを許さない、ね、デマ。ね 嘘ついてデ、デマこいて、ね、この他人をとか他者をとかさ、落としめたりとか、うん、そういうのをこのやっぱ規制しに行く、うん、取り締まる法律をないんだったら作れよ、うん、って思いますけど、<laughs> そういう方向に行くのかなと思ったら、うん、そこまでではないのかな。うん えーと小野田さんが、えー、とこ,のこの記事って言ってこの記事っていうのがフラッシュの記事ですかね、清和会、福田派対高市派に分裂麻生派にも裏切りの危機自民党新派閥の卵、勢力図っていうなんかそういう記事があったんだってでその中でなんかうん、まあ、小野田さんが旧宏池会、岸田派からのところに名前が載せられてたり、うんかっこ私は平成研究会。 小野寺さん、かな小野寺さん小野寺派と言われていたりむちゃくちゃなんですよと、えー、小野寺先輩はもちろん好きですが部会以外ではほぼ話したこともないのに、えー、自民党関係者団という名の妄想は本当にやめてほしいな結局嘘ばっかこうって適当ばっかこういてってからこういうことになるんだよな、うん、いや本当反日クソマスゴミうぜえなことごとく。 政界での,この報道とかこういうのもそうだしさ、ね、民間、ね、なんかこの芸能界とかこのワイドショーレベルの話とかでもそうだけどさえだってまともに取材もしないで、ね、事実関係どうなのかっていう裏も取らずにさ、ね、勝手に作文書いてほいっつってなんかほいほいなんかこの投下してさ、うんうん、ただのうほんとただの嘘つきじゃん。 ねオ少年なんて可愛いいもんでもなんでもないけど、うん、こんなんで成り立つ商売許してたらダメだよなやっぱり、うん、なんかやっぱ規制かけなきゃだめだと思うけど、うんね、やっぱり、うん、メディア版のこの責任そうなんか言ったこと書いたこと発信したことに対してね嘘だったら間違いはしょうがないけど嘘だったらやっぱりこのきっちり厳しく二度と立ち直れないぐらいのもう本当 個人レベルでもこの企業レベルでも一生棒に振るぐらいのペナルティーを用意しないとだめだと思うけどね、真面目にやらねえだろうだって、まあ、一応このクレーム入れたこの記事の方ちょっと見てみますかね、えー、簡単に何が書いてこれ結構無駄にボリュームだけ長いんで、まあ、あのかいつまんで、まあ、ポイント、ポイントっていうほどポイントないんですけどね、えー、まずこの自民党内でこの派閥の再編が進んでますっていう話なんだって、これがもうそもそも我々有権者にとっちゃどうでもいい話だよね。 だれだれあのねどこそ誰々派だからいいとか悪いとかそういう話じゃないじゃんねどうせ徒党組んでお前ちょろまかしてただけだろお前らはどい,どいつもこいつも反省してねえな相変わらず派閥の再編なんてここに書かれてる通りだったらほんとただの右往の右往の州でもないな悪さばっかしてる本当なんかもうそういう集団がいくつあるかっていうただそれだけじゃねえかよでええー 岸田首相の発言後、清和会、私水会など主要派閥が解散、えー。新勢力の動向が注目されていると、えー。派閥再編により、清和会が福田派と高市派に分裂って書かれているな。はっ私立会では武田さんを中心に、えー、新勢力形成が期待されるとか。 宏池会は結束を維持しつつも、小野寺議員らの動きが注目されると。で麻生副総裁は茂木派を後継候補として、えー、推して、思、え、考、ー、会の動向が不透明にで。女性議員を中心にした新たなグループ形成が活発化していて、派閥再編の影響が広がっているっていう、まあ、かいつまんで見ていくとこんな感じになるのかな。 えっと、派閥ね、次々解散。で、森山派や谷垣グループも解散したための頃は、残るは茂木幹事長を率いる平成研究会と、さっき言ってたこの小野田さんがこれですよね。で、えー、麻生太郎副総裁を率いる嗜好、えー、会のみですと。しかし、平成研究会は、大中優等党選対委員長や、あ石井陣、えー、参院国対委員長ら、 あ幹部クラスが次々抜け、市水会からも、い、え、わ、ー、や元防衛相が離脱するなど影響が出ていますと。<laughs> えー、金とポストに群がる右往の州が消ええー、政策集団が躍動する新たな自民党に生まれ変わるとはいかないようだと。<laughs> だテーマ自体はおかしくないんだけど、ね、これはちゃんと取材してこいっつうんだよな。ねえー、なんだ 冒頭の通り永田町に詳しい指揮者の間では派閥が再編されるだけという声がもっぱらだとで新たな派閥の卵を徹底取材本当に取材したのか鮫島<笑><笑>ダメだな <laughs>、ね、あの元朝日のねでまず政和会の分裂は間違いないでしょう主流を率いるのは福田議員もともと清和会を設立したのが祖父の 祖父ですから当然ですねしかし若手や中堅クラスには圧倒的にアベチルドレンが多く彼らは高派なので高派なんだああリベラルな福田議員とは反りが合わないそこで高市議員と合流し新たな高派集団を作る可能性が高そうですと,、えー、とはいえ福田派20人30人規模になるでしょうからああ総裁選でかなりの力を持つでしょうで、えー、主流が残らず無産質ある派閥 があ水会であるとでそもそもこの派閥は裏金事件以前に高齢の二階幹事長二階会長かの後継をどうするのか岐路に立たされていたとさあその中で武田議員があ菅前首相とのパイプが太く二階派若手議員をまとめ役でもあるとで彼を中心に新勢力が生まれるか注目ですみたいな ね、そのなんも何でもなんだ言ってるんですけどね、うんえー、女,性女性議員のグループみたいな女性議員のグループっていうのが稲田さん <laughs> 稲田さん <laughs> 松川さんとか杉田さんとか森政子さんとかやらかしで世間から非難を浴びてる女性議員を温かく迎え入れ世話をしていると <laughs> 何をやってんのかな まあ結局、あれですかね、うん、もういいからバッチ外してみんな辞めちゃえよ、一回。うん。はあ、だるいわ、ほんとこの人たち。ね、いつまで税金食い物にして遊び続けるんだろうな、先生先生酔わせながら。な、うん。で、まあなんか大手マスコミがね、まあさっき一応マスコミの話もしましたんで。 大手マスゴミが嫌われる理由、ね、当たり前ですけど嘘ばっかり動いてるからですよ、ね、取材してやってるという尊大な態度、ね、しかも取材はしない、ね、取材と称して人の心に土足で上がり込むしかも取材はしない、ね、自分の意見が絶対正しいと思い込んでるで人の話聞かないでしょでその高尚な意見を黙って聞けとは偉そう特権階級かなんかと勘違いしてんだよね,ね変更をね造して自分たちの意に沿う記事や放送にする うん、だから、嘘でたらめ垂れ流してるだけなんで、こいつらは。ね、で、このなんか、あ違いますよねって事実指摘すると、ね、もうガンむししながら、報道しない自由の講師だもんな。うん。もう、ことごとくゴミだな。で、売れるためなら平気で嘘をつき、何でもする。だから例えば、このなんか、今回の,この政治家相手じゃなくて、ね、この芸能界とかスポーツ選手に対して、ね、やり続けてるんでしょ文春なり、慎重なりも。ね、あんなのばっかってことですよ。うん。 ね、金のためならっていう意味じゃ、ね、政治家連中と大して変わらないですよね。うん、で匿名で、ね、相手が死ぬまで攻撃する、これはセクシー田中さんの件ですよね、うんまあ。匿名でっていうわけじゃないけど、うん、結局、人が、ね、人の命を何とも思ってない、ね、自分がやりたいことをやって、言いたいことを言って、ね、目的を果たして金をつかむ。うん ね、それまでの,なんかこの障害になるんだったら、ね、人の命も平気でこの、ねうん、踏みつけにしていく、奪っていくでしかもなんかこの知らんぷりしたり、ね、被害者面でなんかよく分かんないこの、ねうん、かわいそうなふりをしてみたりとか責任転嫁してみたりとかそんなことばっかりやってるふざけた連中だろう、うん、ここはここでとっとと掃除しないとダメなんですけどね、本当は、うん、いい度胸だな、本当。<laughs> はい、以上です。